やっぱりこの糸切り刃ってキーになります。お口開けてください。口元美容香りです。いや、皆さんの中で八重歯あるよって、ここにキューって八重歯とんがってんのあんねんっていう人いてはったりする？結構さ、アイドルとかでも八重歯あったら可愛いなんて言われてたりするのに、いつの間にかあれ八重歯なくなってるやん、いつの間にか矯正したみたいな人もいてはったりするやろ。これ八重歯パッと見たら可愛いっていう意見もあんねんけど、実は私としては矯正した方がええでって思ってんねんな。なんでか知りたい？聞きたい？聞きたいやろ。実はやな、やっぱり八重歯があることで歯の寿命っていうのも変わってしまうのよね。じゃあそもそもなんで八重歯になると思う？あのな、上の歯やねんけど、上の歯って子供の歯から大人の歯に生え変わるとき、どんな順番で歯が生え変わるかっていうところやねんな。子供の歯って片っぽ5本5本20本やねん、全部で上と下で。でも大人の歯は親知らずを抜いて28本あんねん。ってことは2本ずつ追加されていってるってことやねん。6歳になったらこの6番目の歯、6歳臼歯がまず生えてくるわけよ。その後、まあ下の方、歯の方が先生えてきたりすんねんけど、上だけで言うと6歳臼歯が生えてきた後、真ん前の1番目の歯が生え変わります。6歳臼歯は生え変わるんじゃなくて追加で生えてくるからね。追加で生えてきて6番目が、その後前歯が1番目が生え変わります。その次に2番目が抜けて生え変わります。ところがやな、その次は3番目じゃないのよ。4番目が生え変わる人が多いね。4番目が生え変わって、5番目が生え変わって、最後に糸切り歯が生え変わるんよ。3番目が生え変わるんよ。っていうことは、もし顎の発達がちゃんとうまくいってなくって、口の周りの機能がちゃんと発達してない人がいてたとしたら、1番目生えました、2番目生えました、4番目生えました、5番目生えました、3番目、あら生える場所ないやん、顎狭いやん、上から生えとこかみたいになんのよ。これがいわゆる八重歯やねん。なので八重歯があるってことは、顎が小さくって歯並び悪いっていう証拠やねんなって思ったらちょっと嫌やろちょっと嫌やんか。しかもこの糸切り歯、言うたらとんがってるからさ、牙やねん。牙ってことは丈夫やねん。めちゃくちゃ根っこも長いね。この歯が一番根っこ長いんやんか。だから歯周病とかで歯抜けていったみたいな人とかいてはったりすんねんけど、最後に残るのがこの3番目の歯、両側3番目の歯2本だけ残ってますいう人結構いてはったりする。この歯が残りやすい歯やねんな。それが正しい位置で残ってたらええけど、こんな変な場所で残ってたら次の入れ歯作りにくいと思えへん？せやねんな、入れ歯も作りにくいし、例えば隣のよっこらせ2番目の歯がなくなった、ブリッジ言うてかぶせてつなごうかなと思ったのに、3番目の歯がえらい変なとこに生えてるなんてことになったら、え、どうやってかぶせんの、つなぐのってなるやんか。せやねんな。そういう意味でもやっぱりこの糸切り歯ってキーになる。キーになる。こんなところに大事な大事な歯やからね、長持ちする一番の。しかも歯ってこういう風に馬蹄形っていうの、こう U 字型に歯並びってできてんやんか。でカチカチカチって噛むだけじゃなくって、下顎ってギリギリ横にも動くやん。カチカチカチってするだけじゃなくって、ギリギリギリって横に動かしたりもするわけやんか。その時にこのカーブの角になってる歯っていうのが、歯をこうこっちですよって導いてくれるキーになるんよね。この歯がしっかり合ってくれるっていう方が、横動きを支えるのにめちゃくちゃ重要になってくる。これがなかったら他の歯にめちゃくちゃ負担もかかってくるわけよ。どうよ、やればパッと見てこんなところにあったら可愛いって思うかもしれへんけど、機能的なこと考えたらあんまり嬉しくないよねって感じやねんな。
だから歯医者さん的にはやっぱり刃は綺麗に直しましょうね、矯正しましょうねなんていうことをお伝えしたりします。当然ながらもう全部大人の歯になっちゃった、刃残っちゃったっていう人は大人になってから矯正したらいいんやけど、今まだ子供ちゃんやね、もしかしてこのまま行ったら3番目の歯生える場所ないよなんていう人がいてはったら、子供ちゃんな、子供ちゃんがいてたら、その子はやっぱり子供が成長するときに成長を促すための成長矯正、顎を大きく作ってあげるっていう成長矯正に取り組んでもらった方がいいと思うわ。大人になって顎がちっちゃいまんま矯正しよう思ったら、歯を抜いて小さい歯並び作るみたいなことをすることもあったりすんねんけど、歯並びが小さくなるってことは口の中が狭くなる、ベロが口の中にいてるのが苦しくなって上顎にひっつくっていうことがほんまに難しくなってくるんだよね。そうなったら口呼吸になるし、体にも悪影響いっぱい出てくるから、できるだけ大きな歯並びを作っておく、子供の頃から作っておくっていうことがむちゃくちゃ大事やねんな。なので成長のための矯正、成長を促す矯正、できたら早い時期から、もう5歳ぐらいから始めてもええぐらいやからね。ぜひぜひみんなも歯医者さんに相談行って成長を促す成長矯正に取り組んでもらいたいなと思います。やれば可愛いけど、みんな自分の歯がどんな風になってるんか、これから将来長い目で見た時どうやっておくんが一番ええんか、よう考えてな。歯医者さんと相談しよう。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。